韓国政府が発表した清見部隊の独自かつ制限的なホルムズ海峡派遣決定について、良い,い決定とする肯定評価が51.9%を記録した。一方、否定評価は33.1%だった。世論調査専門機関、リアルメーターが TBS の依頼で去る22日、 18歳以上の501人を対象に国民評価を調査し23日に発表した結果によると、賛成が51.9%を記録した。反対は33.1%で、賛成が反対を18.8ポイントは回った。なお、わからない、未回答は15.0%。